会 A-18 会 A-18 はアメリカ合衆国のマクドネルダグラス、ゲンボーイング社が開発した戦闘攻撃機。また、採用国によっては防空任務が主な目的であることから会 -18 などと呼ばれることもある。スズメバチを意味するホーネット、ホーネッツが愛称で、現在は発展型である会 A-18 会 スーパーホーネットと区別する意味で、レガシー、旧来のホーネットと記載、故障されることがある。ボーイングでは、カイ、A-18 ホーネッツファイターと記載している。カイ、A-18 の開発は、ノースロップ、現ノースロップグラマン社が、社内開発していた、P、P-530 コブラにまで遡ることができる。P-530 は、 ノースロップ社内のス -5 発展型の研究成果であり、ス -5 も社内プロジェクトの N-156 計画から派生した航空機である。アメリカ空軍の LWF ライトウェイトファイター軽量戦闘機計画に際して P-530 をもとに UF-17 を開発し、さらに回 A-18 へと改良していった。アメリカ空軍は 新型戦闘機研究の LWF 軽量戦闘機計画で、ジェネラルダイナミクスの UF-16 とノースロップの UF-17 の競争試作を行った。さらに、F-15 が極めて高価になり、全人来たる回 -4 をすべて更新できなかったことから、これを実用機として発展させたアッコフ空戦戦闘機計画で、 u f フ -16 の実用化を決定し、回 -16 とした。同時期に、アメリカ海軍でも装備を開始した回 -14 は、艦隊防空に特化した戦闘機であり、また、可変翼を採用したこともあって価格が極めて高価になったため、空軍同様に、全人来たる回 -4 の更新ができなかった。さらに、アメリカ海兵隊においても回 -4 を更新する。 戦闘機が必要になった。また、攻撃機の A-7 の後継機も必要としていたことから、制空戦闘と対地攻撃の両能力を持つ艦上戦闘機を求めていた。海軍は当初、ベファックス新戦闘攻撃機計画として新機開発を検討していたが、議会からの強い意向により、1974年8月に2交付、 海軍航空戦闘機計画として、アッコフ計画の候補機を採用することとして、具体化した。議会は、経費削減の観点から、空軍と同様に海 -16 の採用を期待したが、評価の結果、海軍は UF-17 を採用して発展させ、海 A-18 を採用した。空軍は、海十五の数を補うハイローミックスの観点から、 海 -15 と同型の大出力エンジンを単発装備したローコストな海 -16 を採用した。しかし海軍は単発機である海 -16 が海上でのエンジン以上が致命的であることから双発機が有利と判断。また艦隊防空の専任機である海 -14 に対して汎用機を求めていたことから価格面ではより効果ながら双発で 電子機器などを積む余裕のある比較的大型の機体という理由で UF-17 を採用している。アメリカ海軍は UF-17 の艦載機へ改造するための契約を UF-17 開発元のノースロップ社ではなくマクドネルダグラス社と交わした。アメリカ海軍はその理由をノースロップ社には艦上機開発実績がないためとしていた。この際、 マクドネルダ・ダグラス社の管轄が艦蒸機のみとする契約であったにもかかわらず、同社が地上機用途に対しても海外セールスを行ったことから、訴訟問題となった。マクドネルダ・ダグラス社のボーイング社への吸収合併以降、海 A-18 はボーイングのブランドとなっている。UF-17 は研究用の陸上機だったため、海軍の要求を満たすべく、 艦載機化のためのアレスティングフックの装備と、主脚や胴体構造の強化、離着陸性能の底上げと搭載能力強化のための、ラークスの対価を含む、翼面積の20%増大やエンジンの乾燥強化、全天候運用の案、APG-65FCS の装備など、機体の大幅な変更が実施された。 試作機は1978年11月18日に初飛行を行ったが、その時点で軽攻撃機であった A-7E よりも爆弾搭載量がさらに少なかったため追加の改良が進められた。当初回 A-18 は回 -4 を更新して回 -14 を補佐する対戦闘機専用の F-18 と A-7 を更新する。 対地攻撃用の A-18 という二つの名称になる予定だった。しかしその後、統合されて、イ、A-18 という特殊な名前となった。本機のように収益当初から複数の使用名称を持つ航空機は珍しい部類にある。著名機では本機とスウェーデン製の JAS39 位である。かつては二 -22 もイ、A-22 と、 名称変更された時期があった。本機の外見上の特徴は、エリアルールを適用して、主翼と水平尾翼の間に配置された垂直尾翼と、直線翼に近い交代角の小さな主翼と、大きなラックスとの組み合わせである。原型機といえる P-530 も、大きなラックスを有しており、P-530 の相性コブラは、ラックスを、 コブラの鎌首の左右への広がりに見立ててのものだった。量産試作型は、境界層の乱流による気流剥離を防ぐ目的で、u 1 7と同じように、ラークスの付け根全体にスリット、溝が設けられていたが、加速性に影響するため量産に際しては、境界層を逃す目的で、エンテーク付近のものが残された以外は塞がれている。 ノースロップ社の傑作機械マイナス5の経験を踏襲したこの主翼設計は高翼面荷重でありながらも中低速域での機動性と離着陸性能に優れた特性を持つものである。これらの利点は艦載機として離着陸性能を重視する海軍日本機が採用された一因となっている。その一方、線音速域から超音速域といった高速度での性能や加速性は 良いものではない。これらの欠点は、アメリカ空軍の空戦戦闘機計画における UF-17、不採用の理由ともなっている。中低速域で、機動性が良いことは、極技飛行においては有利であり、離陸直後に急角度での上昇を披露することも可能である。このため A-4 の後継機として、ブルーエンジェルスに採用されることとなった。本機の最高速度は、 マッハ1級に止まっている。これは、軽戦闘機による空前においては、大量の燃料消費を要するマッハ2の速度域での、戦闘は、実際には起きないという LW 海計画の、時期からの想定のと、軽量単純で、コストが安く整備も容易で信頼性も高い固定式、エアインテークが採用されたためである。複合材料の使用率は10%で、 同時代機の F-15 の1.2%、ス -16 の4%と比べ際立って大きい。また、チタンの使用率も8%で、ス -15 の25.8%ほどではないが、ス -16 の2%よりも大きい。価格低減と生産性を優先したス -16 に対して、より性能を重視した設計となっている。 操縦装置にはフライバイワイヤーを採用しているが、バックアップとして機械的リンケージ機構を持つ疑似フライバイワイヤーであり、CCV 設計は採用されていない。また、主翼の前縁には前縁フラップ、後縁には内側にフラップ、外側にドループエルロンが装備されており、機体設計に関しては解、ス -16 よりも保守的である。元の p 百三十計画は、 第3世代機であるカイマイナス5タイガーの直接の後継機として1966年には始まっているため、K、カイマイナス16よりも1世代前の設計となっている。機体設計そのものは1970年代当時としても保守的であった一方で、搭載機材の電子化は進んでおり、操縦時間よりコンピュータの操作時間の方が長いと言われる。はコンピュータで、 自動制御するため、パイロットは操縦艦から完全に右手を離して、キャノピー枠の取っ手を掴んで罹患する。風速の条件次第では、自動着艦も可能だが、操縦企業維持のために通常は、手動着艦が多い。これらの自動化は安全性の向上に大きく、寄与している。下記完成装置 APG-65 は、8目標を同時追尾する能力を持っており、 艦隊防空に特化した四 -14-24、目標には及ばないものの、当初の F-15、ス -16 にはなかった能力を備えている。また海兵隊では100機の海 A-18C、D のアン、APG-73 レーダーを、海 A-18C、D の重量、電力、および冷却要件を満たしながら、アエサレーダーに換装する予定で、 レーダーの検討を行っている。ノースロップグラマンは、アン、APG-83、レーセオンは、アン、APG-794X を提案している。アン、APG-83 は2018年8月13日、アン、APG-794 は2018年6月に適合チェックを完了している。 1979年より生産された初期型。B 型は複座型で当初は TF-18 の名称だった。1980年から海軍に先立ち海兵隊へ、海 -4 の更新のための配備が開始された。これは、海 -14 の価格の高騰を受けて、当初海兵隊の予定していた海 -4 から、海 -14 へ更新を断念させる代わりに、海、 A-18 を優先して割り当てるという政治決着によるものである。そのため海軍においては、海 -4B、海 -4J を近代回収し、海 -4N、海 -4S として使用し続けた。なお、垂直尾翼にクラックが入るという問題が発生したため、生産途中より垂直尾翼内側の付け根部分に L 字型の補強用ブラケットが装着されている。 この改良は既存の機体にも施されている。初期ロットは膠着装置が空母運用に適さないため一時は予備機となっていたが C、D の導入で余剰となったためブルーエンジェルスに回された。C、D や E 回の登場により現在は生産は終了している。1986年度会計で導入された機体から短座型は A から C、D 複座型は B から D へとアップグレードされた。会 A-18C の初飛行は1987年9月3日。当初生産された C、D と在来型の相違点はコックピット後方の電子線、システムアンテナだけだった。前述の垂直尾翼にクラックが入るという問題は、ラークスから発生した渦が垂直尾翼に直撃するためと明かしたため、 上面の渦の流れの方向を変え、尾翼への直撃を減らす目的で、ビューローナンバー161353以降の機体から、ラックス上部にレックスフェンスを追加している。この回収はそれ以前の機体に対しても行われている。ビューローナンバー163985から、夜間攻撃能力を強化した CNDN となっている。 機体の空虚重量は2トン以上も軽量化された。一方で、エンジンは A、B 型から水力を約10%増強した回 404GE-402 に換装したため、最大離陸重量はむしろ増大した。この改良で、ペイロードにおける恩恵を受け、アンロム空対空ミサイルやマーベリック空対地ミサイル、ハープンソラ対艦ミサイルといった新兵器の運用を可能とした。 これ以降、海 A-18 は元来の軽戦闘機コンセプトにとどまらない本格的なマルチロールファイターとしての潜在能力を開花させていくことになる。ビューローナンバー164693以降の機体では新型の射出座席の搭載や燃料を消費状況に応じて移送し機体重心を安定する機能を装備した。 ブロック36以降の D 型の一部は、アタース、新型戦術機上偵察システム搭載可能となっている。後に、夜間攻撃型も開発され1988年5月6日に、夜間攻撃型の回 A-18D が初飛行している。GPS、新型 IF、AN、a v e 二2 8ラスタースキャン型ハド、イナ r 5 0ティンズ。 カラー多機能表示、ディスプレイ、カラーデジタル自動移動地図などのシステムが装備、されている。暗視ゴーグルの利用も可能となった。また、もう装備され始め、レーザー誘導爆弾の投下能力、核兵器の精密誘導投下が可能となった。加えて、電波吸収体の使用により RCS が低減した。従来、複雑型である回、A-18B。 D は訓練用として使用されていたが、アメリカ海兵隊の海 A-18D、N は A-6E の後継機として、実戦部隊での攻撃任務のために配備されている。2000年8月にアメリカ海兵隊に引き渡された海 A-18D を最後に生産を終了している。数機の海 A-18C がブルーエンジェルス仕様に改造され、 老朽化した回 A-18A と交換されている。1999年より配備された機体を大型化し全面的に再設計したもの。愛称はスーパーホーネット。かつて運用していた EA-6B 電子戦機の後継機として運用中の機体。1000人の電子専用員を必要とするため複雑の回 A-18F をベース機としている。 会 a 十八が海軍機として製作され主契約者がマクドネルダグラスだったのに対して会 a 十八の原型機 UF-17 の開発元であるノースロップが主契約者となる輸出用として開発した機体。膠着装置の簡素化や主翼折りたたみ装置の省略など環状機向けの使用を改める一方で翼化パイロンの増設や簡略化した 電子機器の搭載によって空対空性能を一定程度強化するなど、もともと空軍向けの軽戦闘機として設計された UF-17 コブラと海軍艦載用のマルチロール機に仕上がった海 A-18 ホーネットを足して2で割ったような機体となっている。カタログデータ上は海 A-18 や F-16 よりも高性能の機体ながら、 モックアップのみの段階のまま受注がなく、試作機すら制作されずに終わった。モックアップには、会 A-18L と書かれていた。なお、マクドネル・ダグラスが解 A、会 A-18 を海外セールスに出したのは契約違反であるとして、訴訟を起こし結論まで6年かかった上に、訴訟費用を要求予算の中に含むという行為を両者が言ってる。しかし、 この訴訟中も海、A-18 の政策に支障はなかったという。2017年の段階でアメリカ海軍では予算不足や会 -35 への転換も見据えて整備や部品調達が遅滞する状況になっており、保有する海、A-18 の約3分の2が飛行ができない状況に陥っている。海 A-18 は これまで多くの戦争や紛争に派遣されているが、湾岸戦争、イラク戦争が特に著名な活動と言える。湾岸戦争では、アメリカ海軍やアメリカ海兵隊の海 A-18A、海 A-18C、海 A-18D が活躍したが、イラク空軍が投入したミグ -25 により撃墜されている。空戦以外には、 前方艦視赤外線システムとレーザー照準装置などによって正確に探知した目標に対して電子光学誘導、TV 誘導兵器による攻撃を行った。アメリカ海軍やアメリカ海兵隊の会 A-18 は主に空母から発進し、早期にイラク空軍の組織的な防空戦闘が困難となったため任務の大半は地上目標への攻撃だった。また、 多国籍軍によっても使用された。また、コソボ紛争では、アライドフォース作戦に参加し、B-52 戦略爆撃機の護衛などに当たった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。